日本初プラズマ乳酸菌の生茶で美味しい免疫ケア。プラズマ乳酸菌で免疫アシスト。健康な人の免疫機能の維持に役立つ。美味しい免疫アシスト生茶でチャチャチャ。そうですね。まあそのプラズマ乳酸菌入りの生茶ということで、まあその美味しく免疫ケアができるっていうのがどういうことなのかなっていう、あまりわからなかったんですけど、どういう味なんだろうと思ったんですけど、でも飲んでみたらすごく美味しかったですし、これは手軽に免疫ケアができるなというので、すごくいい商品だなと思いました。いや、でも嬉しいですよね。なんか、まあ多分多くの方が、毎日お茶を飲むっていう人も多いんじゃないかなと思いますし、まあ今までも、好きで生茶を飲んできたので、それで、一緒に免疫ケアができるっていうのは、すごく嬉しいことだなと思いますね。こちらがプラズマ乳酸菌入りの生茶となっております。いただきます。うん、美味しい。美味しいです。これ普通に美味しくて、全然そのプラズマ乳酸菌が入ってるっていうのがもう全然気にならない。本当に毎日気軽にご飯とか食べながら飲める商品だなと思いますんで、ね、ぜひ皆さんも買っていただければなと思いますね。そうですね。なんだろう。まあやっぱりご飯はちゃんと食べて、まあ、睡眠もしっかりとってっていう、まあ基本的なことはしてますし、まあその中でね、この生茶でさらに免疫をケアできるっていう、取り入れていこうかなと思っております。はい。もう生茶ですから、それはもう美味しいに決まってますんで、まあ手軽に、日常生活に取り入れられるんじゃないかなと思いますね。まあ、まずはもうこれはもう取り入れますから。プラズマ乳酸菌入りの生茶は、まあもちろん取り入れるとして、何ですかね。まあやっぱりこう、なかなか、外に出たりとかできない、今の、この世の中で結構ストレスとかも溜まりがちなんじゃないかなっていう気がして、だからなんか、まあもちろんそういうね、免疫の面でのケアもしながら、何かこう家でできる楽しいことを探したりとか、まあゲームでも漫画でも何でもいいと思うんですけど、まあそういう一人で何かこう楽しめる心のケアができるものを、なんかこれからもいろいろ探したいなぁとは思ってますね。そうですね。まあこの、何ですかね。まあ健康の免疫をケアしてくれるっていう、なんかそういう健康への意識みたいなものは、今ますます皆さん高まってる時期だと思うんですけど、まあ、その一つとして、このプラズマ乳酸菌入りの生茶というのが、また健康を、免疫をケアしてくれるということなので、ぜひこれも、その中の一つとして取り入れていただければ嬉しいなと思います。僕はプラズマ乳酸菌入りの生茶を飲んで、美味しい免疫ケア、健康新習慣を始めます。
私はプラズマ乳酸菌入りの午後の紅茶を飲んで美味しい免疫ケア、健康新習慣を始めます。皆さんも生茶ライフプラス免疫アシストと午後の紅茶ミルクティープラスで美味しい免疫ケア始めよう。健康新習慣。